こんにちは、土の子です。さあやっていきましょう。ラムダに確か向かえばいいんだよね。さあ歩いてきたぞ。ん？何やらまがまがしい気配がする。周囲に注意しろ。はい。ん？下がれ。なんだ？ほっ！スカイドラゴンか？おはや。氷国の湖の氷が砕かれ、我は長き封印から解き放たれた。だが長い間封印されたせいで思うように力が出ぬ。我が名はネドラ。貴様らの命、我が糧としてやろう。くあ！突然襲ってきた。よし、ドラゴン斬りがいいかな。ドラゴン斬りのバイキルト、ムーンサルト、多いね。バイキルト、ロウを普通に攻撃すんの？焼けつく引き、やばい。やめろよ、やめろやめろやめろ。よし、闇の炎、うわいってドラゴン斬り、おー強い、いいぜ。ドラゴン斬り、バイキルト、いいぜいいぜ。バイキルトしてドルモア、次はおたけび。ショック受けるな受けるな。よし、まあまあオッケーオッケー。ベホマラね、いいぞ。ここで2人相当強くなってるはずだから、サルト313。いや、かなり強い。2人が闇の炎でしょ、これはまあベホマラーでなんとかなる。うわ、いってドラゴン斬り。メタル系の魔物も眠らせる。へえ、いいね。いや、でもどうしようかないや、やめとくか。ここはちょっと怖いのでローにベホイム打っとこう。恥ずかしい呪い、お腹の調子が悪い。マジ倒してくれ、もう2人でなんとかやってくれ。ちょっとローの HP が危ない。おたけび、ショック受けるな。あー、受けちゃった受けちゃった、みんな受けた。のしかかってきて、うわ強、やばい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 。ちょっと待って、入れ替えられない。これ次のやばいぞ。ちょっと待て、これ全体攻撃したらやべえな。あ、よかった、ショック受けるな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 。なるほど、これはちょっとやっべえぞ。入れ替え、グレイグを入れ替えてシルビアで、ハッスルダンスをつけて、よし、とりあえずちょっと回復優先。頼む、ロー先に行動、ロー先に行動してくれ。よし、ナイス、立て直した。よし、闇の炎をドルモア、まあオッケー。僕はマルティナにベホイムを打っとこう。よしぞ、おたけび受けるな。よしオッケー。うっ、あぶねえ、倒せ、もうベホマラ、いいぞ。またこれハッスルダンスがいるな。ムンサルト、ハッスルダンスを先にやってくれよ。よし、危ねえ、いいぞ、耐えてる。うわ、いって、やめろよ、やめろよ。あー、
やっべえ、シルビアが麻痺って一番やっちゃいけないのに。待て待て待て、ここはちょっと土の子をグレイグに変えて、ドラゴン切りでもうちょっと終わらせる、終わらせたい。いけ、魔法カンタかよ、やっば。いやまずいなこれ。ベホイムでローを打っといて、ムーンサルトとドラゴン切りでなんとかもう倒してほしい。いけ、あーまだか、やめろよ。よし、ベホマラ、ベホマラよろしくね。倒せ、焼けつく、いく、やめろよ。あーうっそ、あー最悪。ちょっと待て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 、やばいなこれ。どうしよう、麻痺を治す、何か麻痺を治せたのあったかな。捨て身の覚悟でいくか、いけ竜王斬り。あやった、危ねえ、よかったよかった、危ない危ない。ドラゴン斬り習得しといてよかったよ。この強さ、はるか昔に相まみえた勇者老師を思い出すわ。だが所詮は人間か。うわっ、あ大丈夫か、くそ、なんだ体が動かねえ。バタバタバタ、己の無力さをあの世で恨むがよい、食らい尽くしてくれよう。ダメか、うん、なんだ、体中から力が抜けていく、なんだこの音は、うん、忌まわしき魔物よ、風の裁きを受けなさい。ギャーム、ブチャー、土の子様、今お助けします。わあセーニャだ、はあ、ありがとう。お前もしかして。私は勇者を守る宿命を追って生まれた聖地ラムダの一族、世界が滅びようとも命に代えてあなたをお守りします。土の子様、よくぞご無事でいてくださいました。あなたが助けてくれたのね。今までどうしていたの。私あれからずっと一人で魔王による災いで苦しむ人たちを助けながらラムダを目指していたのです。黄金の氷山が溶けたと聞いてやってきたら、まさかこんなところでお会いできるなんて。魔王を倒す手がかり、神の乗り物について何かわかるに違いない。神の乗り物、そんなものが。そういうことでしたら長老様がご存知かもしれませんわ。土の子様、改めてよろしくお願いします。よし、また仲間が増えたぞ。あとはベロニカだけか。やったぜ。さあ行きましょう。いやなんとか勝ててよかった。毎回もうギリギリなんだけど。いよいよ来たぜ聖地ラムダ。だいぶボロボロになってるな。ん？ああこんな、なんてひどい、あんなに美しい場所だったのに、こんなになってしまって。おお、ベロニカ、セーニャ、私の天使たちよ。
お二人とも気を落とさんでくだされ。双剣の姉妹、二人が一緒ならきっと大丈夫。ん？え？セーニャ、セーニャなの？お父様、お母様、ご無事だったんですね。おお、私の天使よ、よく顔を見せておくれ。ベロニカのことも思い出してあげて。はて、セーニャ、ベロニカはどうした？一緒ではなかったのか？そんな、てっきりお姉様は先にこちらに戻っているものばだとばかり。いえ、やはりお姉様はこの近くにいるはずです。南西の方から懐かしい気配を感じます。え、双子の勘ってやつか？この感じ、お姉様のものです。行ってみましょう。ここにベロニカがいるのか？どこにも見当たらないぜ。ここは子供の時から私とお姉様がよく一緒に遊んでいた場所なんです。ここにいると思ったのですが。お姉様、ん？あ、よかった、こんなところにいらしたのですね。お姉様、起きてください、風邪をひいてしまいますわ。ん？あら、どうしてしまったの？ピカー。ん？お姉様の杖が光っている。お願いです、触れてみてください。うん、どれ。あの時の情景がよみがえる。おわ、命の胎児がやられてしまった。このままだと世界が。一瞬にして、あ、みんなを、まさかベロニカが。私にはこれが限界だ。みんなをやられてしまう。みんな、早く飛ばさなきゃ。私はどうなってもいい。みんな絶対生き延びて世界を救ってちょうだい。セーニャ、またいつか同じ葉のもとに生まれましょう。土の子のこと頼んだわよ。おお、はあ、はあ、ベロニカ。お姉様、私たちを助けるために、はあ、うん、ベロニカ、はあ、悲しみの雨がその後ずっと降り注いだのであった。
最後の力を振り絞って私たちのことを。クソ、ベロニカ。若い者ばかり死に急ぎおって。お姉様、もういない、どこにもいないのですね。これがお姉様の選んだことなら私は全てを受け止めます。お父様とお母様と里の皆様にもきちんとお伝えしなければ。ベロニカの死は瞬く間に聖地ラムダの人々に伝えられた。そしてその日のうちにベロニカの葬儀が行われることとなった。ベロニカ、世界中の命の章、総長たる命の絶えずよ。このラブナの地で生まれた我が命が散ってゆきました。願わくば双剣の姉妹の片刃ベロニカの魂が帰るべき場所、命の絶えずのもとへ召され、新たな葉として芽吹かんことを。もう命の絶えずもないんだよ。皆様、本日は私の姉ベロニカのためにお集まりくださり本当にありがとうございます。姉は世界中の命を救うために己の身を顧みず最後まで勇者様を守り抜きました。命の絶えずのところへ召される魂のため、どうか髪を一房聖なる日に手向けてくださいませ。おー、ベロニカ、私を置いて行ってしまうなんて、こんな別れあんまり。セーニャはしっかりしたもんだけど、ご両親のあの悲しみをときたらかわいそうで見ていられないよ。ツチノコ様、お話があります。大聖堂の方へお越しください。お呼び立てしてすいませんでした。どうしても皆様にお伝えしたい話があったのです。皆様はもしかすると古の伝承の存在、神の乗り物を求めてこの地へいらしたのではないですか。なぜ。先日私は大樹の信託と思われるある夢を見たのです。その夢の中でツチノコ様とセーニャは何やら白く大きなものに乗って不思議な島に降り立っていました。空に浮かぶ島だって。しかしベロニカの姿だけ見えなかったので、何かあったのではと心配していたのです。嫌な予感はしていましたが、夢が現実になってしまうとは。ですが夢の世界で見たその光景は私にある神話の一節を思い出させました。天高く空を駆け巡る神の使い、聖なる調べに導かれ勇者のもとに降臨す。夢に出てきたあの天の島こそ勇者様が目指すべき地なのでしょう。そしてそこに導くは神の使いケトス。私は今里中の古文書をひっくり返し、このケトスについて調べております。さあ今日はもうお疲れでしょう。宿屋でお休みくださいませ。ありがとうございます。よし。どこからともなく盾ごとの音色が聞こえてくる。ガニ股で寝てた僕、ふごっ。またすげえ格好で寝てたな僕、ずっとこれ着てんじゃん。
後の世も一つの葉に生まれし、生まれようとちぎりし、愛おしき片葉の君よ。ベロニカのこと歌ってるんだね。移ろう時に迷い、追えぬ時に苦しみ、もがく手がいかに小さくとも私のすべて。この歌は古の時代から聖地ラムダに伝わる悲しき恋の歌。死に別れた恋人を愛おしむもの。そうだったんだね。神語りの里に一体誰がこのような歌を残したのか分かりませんが、私はこの歌が好きでした。胎児が落ちたあの日からずっと心残りに思っていたことがあるのです。なんだろう。ねえお姉さま、私とお姉さまはきっと芽吹くときも散るときも同じですよね。セーニャはいつもグズだからどうかしら。でもそうだといいわね。セーニャ、約束して、この先私の身に何があっても一人で生きていけるって。はあ、そんな約束できません。お姉さまがいなくなってしまうなんて私考えられませんわ。あの時にはそんな続きが。私はずっと後悔していました。あの時約束していればお姉様も安心して天に召されたのではないかと。お姉様の言う通り、私はグズだったんです。言葉や呪文を覚えるのも道を歩くのも何もかもお姉様より遅れていた。はあ、ですがまさかこんな時にまで先に行かれてしまうなんて。土の子様、ごめんなさい。少しだけあなたの隣で泣かせてください。いいよセーニャ。空も泣いている。この微妙な距離感。ごめんなさい、やっと心の迷いが晴れました。お姉様が助けてくれたこの命、精一杯未来へつなげてみせます。あ、パサ、はあ、大事な紙を、もう涙は見せません。さようなら。ああ、はあ、燃える、髪が燃えてる。ベロニアの心が、ああ、感じるわ、お姉さまを。この力はもしかして、はっ、お姉さまの力。お姉さま、ありがとう。ベロニカの呪文とスキルがセーニャに継承された。ベロニカマジ死んだのか。おい、マジかよ。おはようございます、土の子様。もう日が昇っておりますわ。今朝長老様が宿屋にいらして、皆様をゼーランダ山の山頂までご案内するように言い出て行かれたのです。先に起きていた他の皆様はすでに山頂の方へ向かわれました。私たちも参りましょう。大聖堂の隣にある入り口から山道を抜ければ山頂へ行けます。
おお、土の子様、よくぞいらしてくれました。実は昨夜また夢を見ましてな、ベロニカがここにいる姿が見えたのです。この場所、勇者の峰、かつて勇者様が邪悪の神と戦った後に空から舞い降りてきた地と言われています。ベロニカは夢の中でこの地に立ってこの笛を吹いておりました。これはセニカ様が邪神を打った後に聖地ラムダに立ち寄り置いていったという笛。守りとしてベロニカに持たせていたのですが、今朝目を覚ましたら私の枕元に置かれていたのです。もしかしたらこの笛が私たちに道を示してくれるかもしれん。青年、さあ吹いてみなさい。はい。何も起きませんわね。ですがお姉様が夢の中で吹いていたなら必ず何か意味があるはずですわ。これはお持ちください。ん？は？僕の紋章が。おお！そっち？何これ？ゴルフ？パター？あ、それ？釣り堀？釣り糸？釣り竿になったように見えるが、夢を見ているのか？当たりが来たよ、引いてみて。ふん、パクつきますよ。誰だパクついてんのは。すげえ格好で耐えてる僕。何を釣り上げたの？なんだこれ、海王が出たぞ、白い海王が。うわぁ、ホエル王だ。いや、海王がだ。やっぱり海王が。うわぁ、なんじゃこりゃ。空飛ぶ魚、あれはクジラ。神話は本当だった。神の乗り物ケトス。笛かと思いきや、その笛を吹けば神の使いは土の子様を大空へ誘いましょう。天空のフルートを手に入れた。世界のどこかにある天空に浮かぶ島を探すのです。きっとそこに闇を打ち払う新たな力があるはず。お願いいたします。魔王ウルノーガを打ち果たしてベロニカの無念を晴らしてくださいませ。あ、関節キス。セーニャとの関節キスだ。はあ、すげえ、一瞬にして。でけえ、線しか見えねえ。はあ、わあ、すごい。大丈夫？この急角度で上に上がってって僕たちをまき散らしていっちゃうんじゃないの。垂直に上がってくれないと。天空のフルートを奏でると乗って上下移動できます。わお、わあ、ほんとや、すげえ移動の仕方。これでスピードアップか。 A でスピードアップ。あ、あれか。目回りそう。僕たち目回ってんだろうな、これぐるぐる回って。はい。天空に浮かぶ島、長老様の夢の通りならここに闇を打ち払う力が。は。この上。何でしょう、見たところ神殿のようですが、私たちがこの地に導かれたことは何か意味があるはず。皆様、あの神殿に行ってみましょう。誰だ？おい、何者か知らねえが出てきな。
そこに隠れてるのは分かってんだ。誰だ？は？はあ！なんだこいつ？魔人ブーか？なるほど、兄ちゃんがそうなのか。おいら神の民だよ。神の民？そっか、最近の地上人は知らないんだな。神の民はロトツザシア創生の時代から世界を見守ってきた天空の住人さ。マジかよ、そんな大層なやつがこんなとこで何してんだ。そりゃもともとこの辺りは神の民たちが暮らす里だったからね。けど魔王軍に襲われて里のあった浮島をほとんど地上に落とされちゃってね。オイラは生き残った最後の神の民なのさ。そんなことが。魔王のやつむちゃくちゃしやがる。さっきは疑って悪かったな。なんであんたは助かったんだ？この場所は無事みたいだが。この太陽の神殿の奥には世界が誕生した時から燃え続けているという聖なる種火が祀られているからね。神の民の里が襲われた時、オイラはたまたま神殿内を掃除してて聖なる種火のカゴに守られて助かったんだ。聖なる種火のカゴだって？もしやそいつが？私たちは魔王の闇を打ち払う力を求め、この天空の地まで赴いたのです。もし何かご存知でしたらお教えください。魔王を倒せるほどの力か。聖なる種火は戦うための武器じゃないし、何のことだろう。教えてあげたいけど、オイラこう見えてまだ子供でさ、詳しくないんだ。知らないんじゃ仕方ないな。まずはその聖なる種火ってのを調べてみるか。ですがこのままでは。あ、オイラのことなら気にしないで大丈夫。それに魔王が倒されて太樹様が復活すれば、大いなる命の流れも蘇る。そうすれば死んでしまった者たちもいつかまた新たな命として生まれてくる。救われるってもんさ。だから頼んだよ、勇者の兄ちゃん。あんた土の子のこと。うなずいて終わった。わあ、なんて清らかで神々しい。この炎が聖なる種火なのでしょうか。ピカー、手が入るかな。土の子のあざが反応してる。えい。眩しい。バリアが溶けた。なんか後ろ便器みたいなのがいっぱいあったな。なんだこれ、なんだったんだ今のは。聖なる種火の炎がその器に宿ったのか。聖なる種火を手に入れた。皆様あれを。なんだ、世界樹の墓、むしり取ろう。もらっとこう、一本残して。あの三本の苗木からは命の大樹にも似た不思議な力を感じます。あの木々を調べましょう。わあ、勇者たちか。これが紋章が刻まれている。今の根形みんなにも見えていたのよね。ツチノコ様と同じく左手にあざのある方がいらっしゃいましたね。は？そう、お主ならわかるはず。
あの方こそわしらの祖先、伝説の勇者ロース様に違いない。まさかこのような形でその勇姿を見ることになろうとは。今のがかつて邪悪の神を倒した先代の勇者たち。なら先代勇者が邪悪の神と戦った時のこと、特に闇を打ち払う力についても何かわかるんじゃねえか。試してみる価値はありそうじゃ。他の苗木も調べてみるかの。やってみましょう。おお、なんだこれ。もういかにも勇者っていう感じだね。僕たちやべえんだけど、メインの僕がパレードの衣装着てるから。何かしら、あの大きいハンマー、ただのハンマーじゃなさそうだけど、武器というより鍛冶用のものに近いな。あの場所もどこかで見たような。次の苗木を調べてみましょう。お、火事だ。おお、叩いてる。勇者でもあり火事職人でもあったんだ。今の光景は、先代の勇者たちは何かの鉱石を集めて特殊なハンマーを使い剣を打っていた。もしかして私たちが見たのは、かつて勇者の剣が作られた時の光景なんじゃないかしら。そうに違いありません。邪悪の神と戦うため、先代勇者たちも特別な武器を作る必要があったのでしょう。つまりそれこそが私たちが求めるべき闇を打ち払う力なのですね。うん、先代勇者が作った勇者の剣は今や魔王の手の中だ。まだ手はあるぜ。俺たちの手で作ろうぜ、魔王の野郎をぶっ倒すための新たな勇者の剣を。なるほど、決まりだな。それじゃあ情報は少ないが、先代勇者たちの足跡をお歌するか。見覚えのある風景もあったし、世界中を旅してきた俺たちならきっと手がかりを見つけられるはずだ。最初の鉱石を採掘していたのはこの場所と同じく天空の浮島じゃったな。神の民殿なら何か知ってるかもしれんの。ハンマーを手に入れてた砂漠はきっとサマディ地方のどこかよ。サマディの王様に聞いてみましょう。最後に見た剣を打っていた山、あれはホムラの里から見える火山のはず。なるほどなるほど、そこを回れと。行こうぜ土の子。わかった、行きましょう。兄ちゃんたちどうだった？ほら、土の子は神殿の奥で何があったかを伝えた。うん、なるほどね、そんなことが。それで思い出してよ、じいちゃんから聞いた大昔の言い伝えを。邪悪の神と戦った人間、つまり先代の勇者は闇を打ち払う特別な剣を作るべく聖なる種火を持って冒険してたそうだよ。兄ちゃんたちが見たのはその時の光景で間違いないだろうね。先代勇者が鉱石を集めてた浮島ってのも多分天空の古戦場のことじゃないかな。何故そのようなところに。古い話だから詳しくは知らないけど、特別な金属が採掘できた浮島って大きな戦いがあった場所なんだ。戦いの果てにその金属の鉱脈も失われてしまったと聞いてるけど、行くなら気をつけてね。神の民さえ近寄らず、もうどうなってるかわからない場所だから。なるほど、行って確かめるしかあるまい。そうですね。じいちゃんから聞いた話伝えるからね。またね。忘れていたルーラの行き先を思い出した。おお、やった。なるほど、天空の古戦場って言ったっけ。そこどこなんだろう。よし、とりあえず今日はここら辺で終わっときましょう。よかったらまた次も見てください。土の子でした。